観光客が押し寄せ、地元の住民などに不便が生じる、いわゆるオーバーツーリズムが全国的に問題となる中、福岡を代表する観光名所を抱える太宰府市が対策に乗り出しています。今日午前の太宰府天満宮に続く参道です。平日にもかかわらずにぎわっていますが、ゴミが落ちてました。食べ物の飴の袋のようなものが落ちてますね。中国語のような字が見えます。お土産の袋でしょうか。少し歩いただけでこれだけのゴミを拾うことができました。真ん中でダメよ、はっきり言って。自分たちよそで買ってきてさ、よその店で食べるってさ、あんな置いて、ほら、はい、ほらほらほら、自動販売機の前なんて書いてある。買ったとこで食べる常識ね。ほら、うちなんかもゴミ箱そこに見えるんですけど、そこに何も買い物しないのに入ってきて突っ込むとか。ここがね、ちょうど宮殿の変圧器なんです。で、参道だからこう見かけよくこういうふうに作っていただいてたんですけど、ゴミ箱と思われて開かない、仕方ないからここに置いちゃえって。ここはもう本当山ほどゴミが溜まっちゃうんですね。市によりますと、去年観光で訪れた人は881万人で、コロナ禍前の水準にほぼ回復しました。一方で、交通渋滞をはじめ、道路上のゴミやトイレのマナーなどの問題が顕在化しています。人口およそ7万人に対して100倍を超える観光客が訪れる太宰府市。市は今日、オーバーツーリズム対策事業費としておよそ3100万円を盛り込んだ補正予算案を議会に提出しました。参道の事業者、地元住民などで作る対策会議の設置などの案が含まれています。